も、まあ、有権者として、まあ、その両方の選挙で の、 その、まあ、アメリカのとの関係性については外交などの議論をどういうふうに有権者は期待をしているとご覧になっているのか、またその立憲民主党の代表選挙ではどういったその政策論争があるべきだと思われているか教えてください。まだ大統領決まってないので、まあ、非常に代表選挙の段階での政策論争というのは難しい部分もあるというふうに思います。ただまあ過去のことで言うと、まあ、トランプ大統領時代に、まあ、日本は安倍総理だったわけですね、まあ、岸田外務大臣があまりこう存在感を発揮していたとは思えないんですけれども、まあ、安倍総理は、まあ、トランプ大統領との相性もよくうまくやったという評価が一方であります。そしてそのことで国益が守られたと、そういう見方がある一方ですね。まあ、私に言わせると、まあ、そうは言ってもやっぱり一定の筋は通してほしかったというふうに思います。やっぱり普遍的価値、まあ、民主主義とかですね、あるいは法の支配とか、まあ、そういうことを言うのであれば、いかにアメリカといえども大統領といえども、まあ、それにこう反するような、まあ、そういう態度についてはそれをうまくこう飲み込んでやることがいいのか、やはりここは考え方が違うということをもう少し明確に言った方が良かったのか、ここは判断の分かれるところだと思います。まあ、よく対比されるのはメルケル首相で、まあ、メルケル首相はかなりトランプに対して大統領に対して、まあ、彼女自身のスタンスをまあ、しっかり保った上で対応したというふうに思います。まあ、結果としてトランプ大統領の厳しい言葉を浴びたり、あるいはドイツ自身がそのことによって損した部分はあるかもしれませんが、短期的な損得の話と、それから中長期的な国としての矜持というか理念というかですね、というどっちをこう優先するかという問題だと思います。まあ、私はやはり今問われているのは民主主義そのものが、あるいは法治主義とか、まあ、そういったものが非常に、まあ、厳しくなっているという中で、短期的な日本の、まあ、国益、つまり調子を合わせるとか、まあ、そういうことも大事だけど、それだけではやっぱりダメなんだろうなと。世界の、まあ、リーダーの一人を辞任するのであれば、日本もしっかり考え方を示して対応しなければいけない、そういう場面もあるんじゃないかというふうに思っています。